家が俺表紙を飾られるチームっすね。スラダンでそんなシーンあってそういうやつでしょ。それ負けるやつっすね。なんか来年試合出たいとかあるんですか？まあそうっすね、やっぱり今回はありがとうございますね、実力がつけば連れてってやるっていうふうに東條さんに言われてたんですけど、やっぱ連れてってもらえないっていうことはそういうことなんで、まあやっぱそこの悔しさは残ってるんで、まあやっぱり頑張りたいと思います。来年には出れたらいいなとは思います。まだ入って2ヶ月とかするね。そうですけど、やっぱ頑張るって決めてたんで、行くって決めてはいたんで。あ、そうだったんですね。いや、まあそう、やっぱ実力認めてもらいたいはもらいたいじゃないですか、うん、なんで、まあ結局そこが達成できてなかったんで、結構押し込みはしましたけど、まあまあまだまだ東條さんからは2段階、3段階と伸びるからっていうふうには言われてるんで、まあそっちをしっかり、そっちにしっかり目を向けてやっていこうと思います。コスカ岩崎くん、今は時間前半2人だいぶいい流れで来てますけど、どうですか？うまいものを追わず時間内に行きます。のトモサンカク 100g1000 なので、これがダントツで高い。ただまあ高い食材を使えばじゃあいいものができるかというと、はい、そうでもないところが面白いので、これをうまく使えるのかっていうところが一つの見どころと。じゃあ最後岩崎くんのスタートでーす。よっ、ミキサーの攪拌した玉ねぎを一度ザルに上げて、上から圧力をかけて水分を絞り出した後に玉ねぎを鍋に移しました。やりたいことっていうのは結局玉ねぎを短時間で水分を飛ばすことなので、鍋に投げ入れる前にまず水分を取り除くという面白い時短を今タイマー見ることができて、そこでエリさんもおーおーと声が漏れておりました。最初の鹿くんと次の田中くんと最後の岩崎選手と1ミリとか2ミリの差なんですけど、だんだん台数が大きくなってるっていう。最初のお肉は工事だったんで、赤身のところだったんで、これだけ差しが入ってるから噛み切れるっていうところでも、大きくしても美味しいっていう肉と肉質も違うし、皆さんそれ考えちゃってるじゃないですか。ただすごい懸念なのが、これがすごい脂が出るんですよ。で、ものすごい200度とか120度とかになって油が、で逃げ場がないんで、はい、あれ油を吸いながらとか、はい、やんないと多分火が出ちゃうんじゃないかなって。家庭を叩くスピードが全然違いますね。3人の中で唯一全部で7個作っております、バンズも7個切り終えて、ブルーチーズも予備の分の1つを用意している岩崎の性格がね、予備をカップして、はい、カットでお願いします。準備に対してっていうのがしっかりできてるってところなんですよ。そうですね、やっぱりもうこういう勝負でのアクシデントありきだということを、はいはい、想定して作られてるんだと思います。10分台に入りました。なんか見せてくるね、最後22分、残り時間に22分切りました。なんか美味しそう、いい匂いするし、うちのお店で夜遅くまで料理談義する仲なんですけど、なんでですか、なんでですかっていつも聞いてるんですか。それがね、面白くて長話しちゃうんですけど、やっぱ大事ですよね、そうやって質問してくるってすごい大事ですよね。これの相乗効果で、僕も勉強になってるんで、すごいいいと思います。余裕よ、18分15秒。一番早い、朝飲めるぐらいのね。すごい早い早い、すごいじゃん、余裕あったわ、しかも約45分ですね。余裕結構柔らかいんだ、食べが。余裕よね。どうすか、野菜って何で私も食べる。まあ、こんなもんでございます。ハーフ、あれでしょ、風もあれですよ。
え、なんで？あとまとめの4個だ。よかった。すごい、すごい。わかった。まだ食べてない人。次の人出て。うん。うまいね。うん。ちょっとやっぱり全然違いますね。和牛の脂の甘みはやっぱ強いよね。こんなになんか全体を丸め込んでくれる、なんか優しく包み込んでくれるっていうのは、全部こう伸びるというか生かされる。そうですね。はい、ではですね、3人、戦っていただきましたが、総括の方、エリさんの方からお願いしたいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。まあ、総括というか感想になっちゃうんですけど、同じハンバーガーなのにそれをどれだけ解釈できるか、深く解釈できるかっていうのが大切なことで、焼き方とか塩加減とかその野菜とのバランスとか、全て三位一体になったこうバランス感覚が一番秀逸だった人が美味しいハンバーガー作れる人だと思ってるので、皆さん三者三様の今までどれだけ自分がハンバーガーに真摯に向き合ってきたかっていうのが60分に集約されたっていうのは私はすごく感じたんですね。今回もうお三方の性格をそれぞれ知ってるわけじゃないですけど、考え方とかどうしてそういう風にしたんだろうっていう風にこっちが憶測する上での性格っていうところと、実際に食べた時の表情っていうのが合致してたなっていう風に思ったので、間違いなく3つとも美味しかったです。本当にお疲れ様でした。結果発表です。スキッパーズの名前をね背負ってもらう人なんでね、ヘッドシェフ次第ですから、はい、今回のヘッドシェフは岩崎くんでいきましょう。ありがとうございます。岩崎くんと共に予選会を戦うのは力くんでいきましょう。ありがとうございます。そんな遅くまで皆さん付き合いいただいてありがとうございました。まあ、自分もこうやってやってみて、なんかいろいろ発見だったり、まあ、反省点だったり、まあ、いろいろ気づくことはあったので、この機会いただいてすごいありがたいかなと思います。一緒にいつもやってる仲間たちがこうやってるところを見ると、あ、こういう技とかもあるんだっていう、すごい勉強にもなったし、なんかすごく刺激のある試合になったかなと思います。まあ、大会はしっかり2人で頑張れればなと思いますね。2人のなんか凄さを改めて、肌で感じることができて、よりもっと頑張ろうかなって思いました。まあ、この2人だけではなく、いろいろなところでやってる修行生だったり、同じ業界上同世代の方たちも負けないようにちょっと頑張りたいなと思います。ありがとうございました。最近入られた方ですか？あ、お願いします。力です。なんでスキッパーズ入られたんですか？やっぱり世界一になるお店に。あさって大会出るらしいんですけど、知ってました？大会の存在自体。あ、なんか耳には聞いてました。はい、なんかどうですか心境は、新人から見て。まあ1週間ちょっとしか体験してないですけど、間違いなくまあトップクラスだとは僕はもう確信してるんで。マジっすか？あとは期待してます。どうですか働いて最近。最近働いてですか？うん、まあ順調ですね。覚えることも多いですけど、うんうんうん、やっぱり大変ですか？やって勉強することがたくさんあって、うんうん、マジっすか？うん、来てよかったと思ってます。ただ届いたバンズ切ってるだけでいいの、届いたパテ焼いてるだけでいいの、出来合いのソースかけてるだけで、それで本当に修行になるの？来るお客さんさばいてるだけでハンバーガーさんできるの？人がいないところにお客さんを呼んでくれる、そんな技をさ一緒に考えようよ。塩見スキッパーズはあなたを待ってます。やればできる。パワーこれこれだけ。もう一回行きましょう。じゃあ石川さん、ぜひ終わった後のコメントよろしくお願いします。はい、そうですね。やっぱこうやりきれたことにやっぱ意味があるなと思うので、はい、6個完成させられて非常に嬉しいです。皆さんありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございました。素晴らしいじゃないの。このパターンもあるんですね。どっちか、たくまさんのあれでやればできるの方が良かったよ。ということでそっちがありますね、多分ね。